皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、6月15日14時15分、先ほど寝転んだ時に、14時ぐらいにはメジャーリーグの試合が終わっているからということで寝転んだ時に、土日ということでプロ野球の14時からの試合っていうのをね、忘れてはいたんですけども、それ理由で勝つ人たちってどう思います？人は寝転んだだけで眠たくて異常でしょ。告発。先ほど、いつもね、僕は寝転んだ時に奥田さんが車で来てね、ドアの音バターンってして、で今日見たらペットボトルの入ってる、段ボールを持っていて物を運ぶからっていう言い訳をするんですけども、昔からもうそれ結論出てるんですよ。プロ野球業界が淡井圭介が寝転ぼうが寝ていようがどこが優勝するか決めてるんだから、その通りにしたらいいんです。どれだけ迷惑かけてきたと思ってるんですかって。もともと淡井圭介の頭の中とかを借りて試合勝っていたんでしょって。ワールドベースボールクラシックもそれまで日本がプロのチーム同士でメジャーリーガーに簡単に負けていた、もともとがそう。東京都とかのスーパーコンピューターによる一方的な支配によって法律違反をして買っていたのが行政で、東京都のしでかしていたことで、今スーパーコンピューター第1位はアメリカなんですけども、僕は法律を重視してるか自分の頭を貸したりとかして渡したりとかして選手の能力を上げて、試合勝たせています。だけども同人さん試合、これは無理です。で、ホームページ淡井圭介の日記に記載しているように、もともと本当は選手、監督、コーチ、2軍の選手とかもいるから、その試合の時に頭の中を貸したりだとか、それでもどうにかしたらいいんじゃないですか。で、エネルギーの残存量問題、これが一番重要なのに、車に乗って起こしに来ちゃダメじゃないですか。でしょ。で、それは奥田さんに対しても言ってるし、他の連中にも言ってる。車をなぜ乗るのって、昼間からって。そうでしょ。電車、バスと、ほとんどの場所はそれで行ける。日本の 90% 以上のところは電車、バス、徒歩で行ける。もう電車ガラガラ。人口すごい激減。だけども1億2000万人っていう数字ずっと変わってないでしょ。もともとあの数字自体が第二次世界大戦より前の頃の朝鮮半島と台湾と満州国を併合していた地域で、中国の首都北京が満州国のすぐ近くにある時点で、やっぱり国家間のつながりっていうものは中国政府も重要視してるのであって、例えば日本の自衛官の上の方、幕僚長ほどじゃないんですけども、その一歩手前、昔で言うところの陸海空の、大将とかそういったところの役職、今はもう全然違いますよ、名称。そういうところに近い人たちが中国のね、人民解放軍の、上の方に継いだりとかして、一応もう、国会議員の人たちもそうなんですけど、もうずっと行ったり来たりしてる。だから、これね、家の件数の世帯数から、日本人の人口は4000万人ぐらいじゃないかっていうところを割り出して言ってたんですけども、東京と地方を行ったり来たりしてる人間、大阪と地方を行ったり来たりしてる人間、つまり人口密集地帯と。で、それによって家を2軒以上所有してる人たちも存在していて、これは議員の人たちでただ見受けられます。で、大企業の役員の人たちとかで、しっかりした売り上げがあるところの人はどうしてもそうなってしまうんでしょう。で、ということは、例えばね、こう、
兵庫県の神戸市の北の方にある、三田市。三田市なんて、何回も言いますけども、家が1万軒ぐらいしかないのに、行政の人口表記は10万人以上でしょう。で、電車、三田駅から朝の9時から10時ぐらいに、普通のね、列車にまず乗って、宝塚まで行けば、快速とかに乗りやすいですから。で、入ってきた車両は、まあ、大阪方面行きですよ、三田市から。7両編成。で、各車両に人間が1人乗ってるぐらい。だからもう5両編成でいいって思ったんですよ。で、それは考えた内容が、JR の、運転手さんと車掌さんがいて、車掌さんの方が、まあ、良い意見だと思うとか、まあ何かそういうようなことを、まあ僕を、僕の意見に賛成するようなことをね、おっしゃってたんですけども、根本的にもう電車ガラガラなんですよ。で、みんな電車バスの方でいいし、このパソコン関係のコンピューターの仕事なんで、出勤時間朝の10時でいいでしょう。で、その時間帯だったら、まず学生さんとかが電車とかに乗って、まあ、朝8時半から業務が始まるところとか、まあ、そういった会社のところの通勤者の人たちで電車が混むのであって、昔もそういう話になったし、テレビのニュースでも放送されていましたし、行政でも発表していました。だから通勤時間ずらしましょうと。それだけでね、電車の昼間のガラガラ具合が、だいぶマシになると。先ほどの話聞いてもびっくりしたでしょ。三田市から宝塚市までの間、各車に乗ってる人一人ですよ。7両で。もう神戸電鉄もガラガラですよ。もう朝の10時から。まあ14時ぐらいまでの間あんまり人乗ってないですね。だから表記してる人口とそのだ国と国でその政府高官としてね往来している人もいれば、普通にテレビ出たりとかで、地方と東京もしくは大阪と地方を往来してる人たちで、まあ、世帯名として個人の名前は表記されてますけども、実は社宅だったりします。で、それを考えていくと、世帯数かける、その前輪の地図とかで見た時の世帯数かける2っていう表示、もうこれは無理ですね。まあ、普通の人口で考えたときに、兵庫県で残しておけるようなゴルフ場なんて、20ぐらいなんじゃないですか。人口考えたら。で、もう電車バス等で歩いていけるところも、僕はホームページ淡井圭介の駅の100番台のところのゴルフ場、ゴルフ関係のところ、120番ぐらいかな、そのあたりのところで、まあ、ここなら電車の駅から行けるっていう、歩いてね、まあ、そういうようなゴルフ場を、まあ、表記しています。で、駅から歩いて行けるゴルフ場っていうところは、まあ、まあ、片道別で30分ぐらいは歩いてもらうな、もうどうしようもないですよ。ゴルフしていても歩くんだから。で、個人、裁判所でもね、普通に調べていいんです。敬語じゃないとならないっていうルールありません。もともとそういうものです。それが、礼儀作法を破っているということであって、敬語使いなさいっていうところが強要罪であって、
あ、その時と場合によりますから、あんまりにも間違えてる人たちに対して敬語を使っていたら、敬語って意味、敬意を表すのも敬語でしょう。それ間違えたことしてきた人たちに敬語なんか使ってたら、世の中勘違いされるでしょう。だから、それでも兵庫県で20ぐらいのゴルフ場があったら、日本全国で100ぐらいでしょう。それでも10人分に多いと思いません？だから本当の人口が分かってきた今の時点で、もしかしたら3000万人ぐらいかもしれませんよ、今の国境内の日本人の人口。じゃあ、韓国とか北朝鮮の人たちの人口がどれぐらいか、もう大体分かりますよね。両方合わせても2000万人ぐらい。まあ台湾は300万人ぐらいなんじゃないですか。九州と同じぐらいの面積ですよ。九州の、だから表記してる人口は各都道府県ですよ。九州の。3分の1か4分の1ですよ。で、福岡県に人が集まってるのは、多分南の方だと暑すぎるから、まあ都市化してる、福岡県に集まってきてたんじゃないですか。都市部自体がいいところなんじゃなくて、ただその都市部も、兵庫県の神戸市。神戸市って、まあ政府の表記してる人口で見ると、24の県よりも神戸市民の方が数多いんですよ。じゃあ、そこよりも少ない数字の県はもっと人数少ないんですね。兵庫県じゃなくて神戸市民の数よりも。それはもう一度沖縄とか行ったことありますから、それはもう、まあ、大体そうだなっていうのは分かるんですよ。で、本当の神戸市民の人口は50万人いるかどうか。まあ、この間も建物を撮影しに行ってびっくりしましたけども、まあ、神戸電鉄の唐戸台っていう駅の近くにあった、その唐戸町の集合住宅、公営住宅が、まあ、50棟ぐらいあったんですけども、もうほとんどが解体されてなくなってましたね。蟻の台も何棟かもう人が出入りできないような状態になってました。2棟はそれ見かけました。蟻の台か東蟻の台ですね。ちょっとまああの辺り、どこからどこまでが蟻の台で、どこからどこまでが東蟻の台なのか、まあ地元の人でもね、わからなくなる人もいらっしゃるかと思いますけど、とにかくね、エレベーターつけたら負けなんですよ。エネルギー消費するから。だから、廊下がいらなくて、昔の集合住宅って、階段、中央に階段つけていて、中央と各両サイド。で、まあ、何箇所かからこう階段上がり下がりするだけで、廊下がなかったじゃないですか。だから無駄が少なかったんですよ。で、エレベーターがなかったでしょう。だから余計なエネルギーを消費しなかったっていうことで、昔の人の方が明らかに賢かったんですよ。エネルギーの残存量問題。それで、第一次世界大戦、第二次世界大戦が始まってる、植民地支配、奴隷化っていうことがね、行われてるっていうのは、日を見るよりも明らか。で、実際僕は、寝転んでいても、寝ていても勝ってる試合がいくつかあるんですよ。だからその、粟井圭介とアクセスすることによってとか、粟井圭介の家の中の状況とかを知ることによって、だから、すぐ、そのね、例えば、209号室の奥田っていう人が来てるけど、その人別のところに住んでるから、車ですぐに現れたりするでしょ？エネルギーの無駄遣いしてるでしょ？で、粟井圭介が寝転んだ瞬間が分かってしまう人でしょ？寝てはないんですよ、寝転んでるだけだから。で、本当は眠たくなってるから、寝たい。もうそれは普通の人間としての感覚であって、それを阻害する人たちっていうのは、奴隷制度側の人間だった。その人が寝てるかどうかが分かってしまって、その無理やり起こそうとしてる奴らは何をしてるかって言ったら、要するに寝込みを襲ってるっていう連中なんですよ。自分がそこまで、寝させてもらえないような状況を作られて、あなた我慢できますかって。違うでしょう、スポーツの結果の出方は。
もうホームページにあれだけのこと書いてるし、もうそれでいいわ、でいいじゃないですか。昔の巨人が、読売ジャイアンツがどれだけむちゃくちゃなことをしていたか。で、今もあのヤンキースが1位でしょ。ニーサ、新ニーサとかで、非課税にして、お金かき集めてきてって。金融街、ニューヨーク。で、ヤンキースが買ってるでしょ。おかしいんですよ。簡単じゃないって。今までたくさん買っていて、優勝しちゃダメなところが、他のまだワールドシリーズ優勝したことないところを、ちゃんと地区優勝できるようにしっかりと援護してあげたらいいんですよ。自分たちの頭なんかとか貸して。だってヤンキーススタジアムなんか、1000何百億円かかってるんですよ。国立競技場より高かったと思いますよ。だから、為替相場の変動とかにもよって、その時の、表記額とか違ってくる部分はあると思うんですけども、そんなに高いものを作るからね、お金に狂って、他の地域の人たちの気持ちを台無しにして買ってしまうんですよ。勝つこと自体が恥ずかしいっていう感覚を持たなきゃなんないんですよ。今まで何回も優勝してきたチームのところはね、そこは他の優勝をしなきゃならないチームのために、それ以外の対戦チームにしっかりと勝つと。そうすることによって、まあなんとか今まで優勝回数が少なかったチームとかが、上位へ行けるわけじゃないですか。だから人権は何だったのか、黒人初の大統領の誕生は何だったのかっていうところと、電波による、脳へのアクセスもそうなんですけども、結局、音とかによってね、無理やり寝させようとしない現象とかね。だからそういう非人道的な社会も間違ってるでしょ。で、もうそういうのなしで、もう今までの結果見たら分かるんだから、そこから抜け出して、もうその順位でいいで、それ試合始めたらいいじゃないですか。先制して。まさきね、立浪さんの声でブーっていう声、だからこれ以前と同じパターンなんですよ、聞かされるの、この手の話をしたときに。で、それがだから、もともと車の話になるんですよ、中日の場合はね、豊田市、愛知県豊田市、もう県で物事見なきゃならないから、あんまり、まあ、天気のことについては、台風の発生を抑制したりだとか、そういう話になってきますから、この間の佳子さまの、ギリシャの訪問のニュースとか動画があったわけじゃないですか。あれ多分もう若い頃から言っていて、で、それをね、再生することによって、テレビでもう一度放送することによって、台風1号がね、発生してしまってると。これは現実であって、っていうことは昔の映像とかも、あんまり放送しない方がいいかもしれない。で、そこには何があるかって言ったら、まあもちろん皇室の人間は税金で、働いてるはずですから、もしこれが税金じゃなかったら、やっぱりニーサとかの、で、ニーサの前の言葉は ISA で、イーサ。留学生のこと。自分の国のことすらしっかりと理解できてもないのに、他国へ行こうとしてしまう人たち。その元は税金。で、消費税が上がっていく。一般人の生活はめちゃくちゃになっていく。消費税なんか導入されたら、販売価格が最初からある程度のところで決まっているのに、消費税の導入によって、財布の中身とかも決まってるし、少子化はずっと続いてるのに。売り上げがずっと減っていってしまうのに。なのにね、消費税なんか作ってしまうと、どういうことになるのか。大量の税金を使ってきたのは、国家公務員や議員の人たちでしょ？で、あと、大企業の役員の人たち、天下りで来るから、役員に、議員の人たちが。で、もともと関白の頃から、要するに、大昔の頃からですよ、1000年以上前の。その頃から天皇家の執事の者たちが関白になっていて、周りを固めてるんですね。だから天皇家の執事の、者だった麻生太郎さんが総理になったりしてました。これ責任問題なんですよ。
じゃあ3申答以内の請求をかけられて、で、それでも基本給が高かったら、手元にだいぶお金が残るはずなんですよ。まあ、それで家のローンは返済はできてしまうっていうのがこの世の中のからくりであって、で、車まで収入できてしまう。住宅扶助は結局ついてきてることになりますから、だからあんまりにもその、だからその手元に残る部分でね、そのエネルギーの残存問題を無視するように、スタジアムとか体育館とか作ったりする人たち、あと温水プールとかね、なんかそういう人たちは、あと高いビル、万博もそう、3申答以内の請求で差し押さえられたらいいんですよ。で、その請求先が来るでしょ、そしてそこから先の3申答請求。で、責任問題で、どうせ家計で、議員になるわけですから。そしたら消費税上げなくてよかったんですよ。生活できるから、12分に。これ世界中、いや、だからこれね、例えば一月12、3万ぐらい稼いだら、生活保護者って手元に2万円ぐらい残るんですよ。じゃあ、一月にね、例えば国会議員とかで、ある程度立場の高い、大臣ぐらいの方でしたっけ、副大臣ぐらいの方でしたっけ、一月160万円ぐらいでしょう。手元にいくら残るのか、もう皆さん想像絶するですよ。で、住宅扶助で家賃の分は、例えば神戸市だったら4万円ちょっとあるから、それで家のローン、例えば、35年ローンで一月7万7000だとかの返済の人たちからは、じゃああと手元に残るお金で12分に、ね、家のローン返済できて、生活費はその別枠の部分の7万7000、今の時期で言いますと、これ為替相場の変動とかによっても金額変わったりするんですけども、物価の高騰とかありますから、高級車収入できてしまうでしょう。だから3申答以内の請求ぐらいは皆さんしっかりとかかってくださいよっていうのもありますし、まあ、僕の件に置き換えると、大体生活保護の期間が、まあ、厳密に言うと、まあ、18年か19年ぐらいなんですけども、今の時点で。だから、約生活保護の期間を、20年ぐらいは経験してもらわないと話が釣り合わないのと、あと、車売却しないでしょ、差し押さえられて。それしなかったら結局ダメだっていうことになると思うんですよ。もうみんなきついきついっていう、なんか笑いながらきついって言ってくる声があるんですけども、きついじゃなくて、それ建設業界の人たちもね、だからその辺のところはそこまで僕も多いんじゃないから、まあ、ただもう65歳以上で働くのはやめてほしいです。どう考えても、次の若手の人たちに、仕事もなくなるし、エネルギーを無駄遣いするでしょ？余計なニュースを放送して、今すぐ近くで作ってる、物流センターもそうだし、そこの、新しくできたコーナーとかもそうだし、すぐそこにコーナーあるんだから、北六甲台ぐらいからだったら歩いて行けますもん。それより遠い人、バス乗ってきたらいいし、そんなにコーナーに買い物に来る、その、理由のある人ってまずないでしょう。だからコーナーさんが自分から自滅するような形で2店舗目を出して、だからそれが、その、最低賃金法のね、支給の部分の金額上がってるから、その助成金の金額がある程度あるっていうだけであって、それはちゃんと土日祝日の割増賃金とかつけてあげなきゃならないし、それがなかったら、じゃあ年間休日が100何日間かは絶対なきゃならないんですよ。決まってるんです。だからその辺のところでも
法律でね、どうでもいい法律をたくさん作って、場を濁すみたいな形でね、まあ余計な法律を片っ端から、まあ労働関係でも余計な法律多いですね。だから土日祝日法って書き直して、あとは余計な法律全部削除していって、で時間給で表記してね、で歩合にしようが出来高にしようが、最低賃金法を下回る内容で働かせたらダメですから、そこにもちろん土日祝日の割増賃金とかありますよ。早朝出勤とか 夜間 の、 割増賃金とか1日8時間超えたらとか、最初からそういう日給制度とかが無駄だったんですよ。ね、余計な裁判が増えるでしょ。だからマイナンバーカードで、最初から厚生年金、介護保険料、加入っていう形にしておいて働かせてあげるっていう形。それを今年の2024年の4月からスタートするはずだったんですけども、テレビの放送でもその予定ですで放送してるんですよ、報道で。だけども、予定だけで実際始まってない。端末機が、まあ、小さなね、個人商店のところまで、そういったものを導入できるかって言ったら、それが難しかったりする部分もあるのかもしれません。わからないですよ、もう何が原因なのか。まあ、労働基準局の監督官の人に、この間聞いたときに、それもうまだ始まってないんですよねって聞いたら、始まってませんっていうことだったんですよ。なずっとちぐはぐだから、最悪ガソリン車の生産停止っていうものが2025年に始まるのか始まらないのか、その確定事項をテレビで放送してほしいって言ってるんですけども、全然放送しないでしょ。もうほったらかしの世の中。もうこのパターンだと、絶対急に輸入が止まって、もうある日から食料の奪い合い。それを描いているのがバイオハザードっていうゲームであって、映画のバイオハザードでも、あれ何してるかって言ったら食料の奪い合いですよ。食べ物とかの。じゃあガソリンがなくなったらどうなるかって言ったら、重機を動かせなくなるからダムとかが復旧できなくなる。壊れたら水道管とかガス管とかも同じ。結局ガスとかの輸入が止まったらガス管がどうのこうのの話じゃなくなってくるんですけども、無駄が多すぎるんですよ、どこもかしこも。以上です。その無理やりその僕を起こそうとする人たちに関して、まあ告発ということで、まあ、法律業界の方たちもしっかり動いていただけたらなと思います。本人たち の、 自覚と行動と、あと車を取り上げる、これをしなかったらキリがありません。だから運転免許証ので、僕から運転免許証を取り上げるっていう逆の話をし始めたの誰なんです、兵庫県警の。それとも国会議員の人ですか。明石省の交通課の方で、まあそういうふうなことで、精神病院行きにさせておいて、これだけ集団での残虐的な行為を行っていて、それ警察官が組んでいて、そういうふうな形になっている。もしかしたら一部の裁判官、証拠を抑えられたら困るから。証拠を押さえて、ちゃんと動画で公開してるんだから、それでいいじゃないですか。卑怯な生き方なんかみんな嫌でしょ。誰が卑怯な生き方をして、金稼ぎをしていたか。それははっきり分かるわけじゃないですか。だからすぐに削除削除って求めてくる人。今老人かもしれませんよ。だけども、26年前から同じことしてる人たちですよ。完全証拠じゃない。26年前は老人じゃないんだから。じゃあ今30代40代ぐらいの、当時有野北中学校だったこの辺の中学校三田市も含めて、
だから昔からその春山整骨院関係で僕に喧嘩を売ってくる連中がたくさんいたでしょう。だから2000年の淡路花博に結局働きに生かされるような形になったんですけども、大阪ヒルトンの人たちはもうここで働いておいたらいいからって言ってくれてたんですよ。だけどまあいろんなこと言われた時に結局働きに行かざるを得ない状況になって、でもうそこも結婚問題の話されてるんですよ。で、まあ、そのことをだから大阪ヒルトンもその気持ちを忙しいからその書類化してね、どういうふうな状況で誰に何言われたとかそういうふうな話で書類化して渡してあげなかったら仕事があった頃に忘れるでしょ、忙しいから。でもうこれが、それが1ヶ月も経過したらもっと忘れるわけじゃないですか。そんなことあったの？みたいな形になってくるでしょ、自分のことで手いっぱいで。で、その、まあ、2000年の淡路花博の通勤の時に、田尾駅からまあ電車乗るわけじゃないですか。まあ、もう片道、長い時2時間ぐらい、出勤前、家出る時間。もうめちゃくちゃですよ。こんな距離からもう通勤するようなところじゃない。で、明石海峡のところをね、バス停でバス待って、で、バスに乗って。で、その時もね、電車乗った時に髪の毛染めてる、ブレザー着てる男3名のうちね、2名が、もう特にそのうちの1名が、やたらと喧嘩を売ってきてる。だからその当時から、だから25年ほど前から春山整骨院の件があったわけであって、で2003年に建物解体されてますけども、その当時にね、僕の件を甘く見て、喧嘩を売ってくる連中が多数この周りでもうすでにいたと。でそいつらが大人になって結婚して生まれてきた子供たちがまだ喧嘩を売ってくると、こういうような状況にあるんですよ。で中には警察官になっていてね、撮影したらダメだとか、中には裁判官になっていて、髪の毛染めてる裁判官なんかすぐ辞めさせられますから。本当の法律の世界では。海洋基本法違反。で、そういう現実は受け入れられない人たちね。で、だからもうそのね、ブレザー着てた男3人組、1名が、その絡む、こっちに喧嘩を売ってくることを平気で、2人ヘラヘラヘラ笑ってるんですよ、喋りながら。もう我慢限界来て、次の駅でそいつの首根っこ引っつかんで下ろして、もう僕なったのかっていうぐらい腹立ってたんですけども、それはやっぱり思うだけで、実際するわけじゃないじゃないですか。もうそれもう通勤自体がものすごい大変でしたよ。で、結局、自分の車でね、その垂水区に、明石海峡の近くのところに、一月8000円の駐車場代払って、で、駐車場を借りて、そこまで車で行って、ガソリン代も自分で出してるんですよ。だから、淡路花博で働きに行った時、そこも土日祝日の割増賃金とか、8時間超えた時の割増賃金なかったんですよ。会社はファインハイゼンという一つの会社だから、例えば、そのレストラン収穫祭っていうところで、軸にしてね、働いてたんですけども、その後、ウェスティンとかで働いたりしたら、それ割増賃金つけてもらわなきゃならないんですよ。だって、ファインハイゼンから行ってるんだから。あるもない、これもないの状態で、交通費はある程度は出てますけども、でも、もう今の話聞いてもらったらわかるでしょう。一月8000円も駐車場代別のところで払って、まあ自分のところの駐車場代もありますよ。もう何しに行ってるかわからない、本当に。で、厚生年金も入れてもらえてないから。まあ、ちょっとこちらはちょっと、まあ、何回か悲しくなってる状態になってるんですけど、目元がね、うるっときてるんですけども、まあ、誰かが多分悲しんでくれてるんだと思います、僕の動画の内容を聞いてね。で、だからその要件も含めてね、大阪万博、もう開くべきじゃない。どうせとんでもない距離通勤させられる。通勤時間片道1時間とか2時間だとか。だから大阪万博のために
例えば和歌山県とかも人口少ないわけじゃないですか。で、表記してる人口の3分の1か4分の1ですよ。和歌山県から仕事がないから万博期間限定だけどもちょっと働きに行こうかで、行く人は行くんじゃないですか。けどその年金に1000万かけてなかったら1月15万円の年金支給額までたどり着かないから、そこまで なかってもいいっていう人もいるかもしれませんけども、なんか中途半端に働いても人生何してたかわからない、何をしてたかって言ったらエネルギーの残存量問題でね、余計にあのエネルギーを消費していたっていうことになってしまいますから。で、少子化の件に関してはこれはもう本当にものすごくひどい状態でね、精神病院のそのベッドの 病床の数がね、床と書いて床と読むんですけどもだったと思います。まあ要するにベッド数5万床ぐらいあるでしょう、日本全国で。で、一つのベッドの稼働率が平均で4として見たとしても20万人でしょう。もうそりゃ少子化になりますよ。もうそれ絶対やめさせないと。で、その多分精子の生産されなくなる薬とかからで、奇形児が生まれている。で、その奇形児でさらに金稼ぎをしている。医者。自分が、その奇形児の人たちの面倒を見て、で、おむつ交換とかをしたらいいんですよ。それが同齢だけその現場がきついかっていうことがよくわかるのと、それが自分たちのしてきたことだっていうことの反省の場になるから。で、なおかつ差し押さえ。それしなかったら無理。ヒトラーと大して変わらないしてることは。で、世界中で同じようなその精神病院のシステムを国連っていう単位で一部の人間を行ってしまってるから、そういうのももちろん反対だっていう意見の人たちはいっぱいいますよ、国会議員の人たちとかでも。それやりすぎだっていうことで。だけどもしっかりとなくせてないでしょ。で、日本の場合はもう自民党と公明党が悪い、もうこれになるんですよ絶対に。でも立憲民主党の人たちはもうその精神病院の件とかも絶対やめさせようで、行動しなかったらもう立憲民主党も詰まれる、維新の会も詰まれる、もう絶対これなんですよ。で、維新の会は大阪万博にも関わってしまってるなんですよ。エネルギーの残存量問題を軸にして考えなかったら、もう知ることがもう全部めちゃくちゃで、もともと行政からの、支援金ありでね、農業関係は仕事があるわけであって、無駄な建物を建ててスペースがなくなっているのであって、都会だろうが何だろうが畑にしたらよかったんですよ。小麦畑とか。例えば米の畑とかを作ってね、あの一粒一粒盗んでいく人いると思います？いないでしょ。まず老朽化している建物を解体して、で、メタンガスを抽出する生ゴミをね、みんなが歩いて捨てに行く生ゴミだけのステーション。生ゴミは燃えるゴミと一緒に捨てているだけで、生ゴミ自体はあんまり大した量ないです。人参の皮剥いたり、じゃがいもの皮剥いたりとか、大体そういうのだけですから。まあ、ただ飲食店から、お客さんからのその残飯とか、そういったものがある程度出るところは出ると思います。ただそんなに大した量じゃないと思いますよ。で、建屋がいるんだったら、どっかの空きテナントのところとかに、その生ゴミの貯蔵庫と抽出装置、メタンガスの。それを日本中に10万箇所ぐらい作って、全員が歩いてそこに、持っていく。もう大体僕もね、生ゴミに関して一人暮らしですから、燃えるゴミ自体がね、その生ゴミと一緒に捨てている今の燃えるゴミ自体が一月に1回ぐらいなんですよ。45リットルのゴミ袋で。それぐらいのものだから、そんなにめんどくさい話じゃないから、そこに係員をつけておいて、で、メタンガスを、抽出。だから何時から何時がその生ゴミを受け入れる時間帯っていうのをある程度決めておいて。だからそれはもう場所によって変わってくると思いますよ。周りその飲食店がたくさんあるところとそうでないところで。で、結局それが匂いどうのこうのみたいな形で
疎外する人たちがいたんでしょう。でそのメタンガスの話がもし嘘なのであったとするのであればね、多分できると思いますよ。できると思うんですけども、嘘だったとするのであれば、もうバイオエタノールに変えたらいいと。それはもう発酵させたら絶対バイオエタノールに蒸留者になりますから、アルコールに。もうその辺の草とかでもなりますよ。それはもうフルーツアロパークの、ワインを作っていく工程を見たら気づく人は気づきます。それが26年前から言ってるのに何にも進めてこれなかったのが自民党の正体で、何してたかって言ったら高速道路を作っていた。じゃあ田中角栄と同じじゃないって。で田中真紀子が春山聖子さんに来て喧嘩売りに来てる。で昨日ここの僕の家の前の廊下でね、ここがお前の家かとか何か言ってた、眼鏡をかけた男、そいつも名前名乗らない。で議員してたから元スポーツ選手だったか聞いたけども一切返事しない。そのくせにそいつが怒ってる。こんなひきょう者なかなかいませんよ。で着てる服は白。何か老人をいじめるなとか言ってるんですけども、僕は寝転んだだけ家の前でタモロしてごちゃごちゃ言い始めるんですけども、後からねやっぱり撮影していて記録つけてなかったら結局それは警察官の人に削除されたんですけども、それね分かりました。ワンピースという漫画、あの漫画も僕を中心にスタートしてる漫画なんですけども、白ひげの嫁さんとされている変なばあさんいるでしょ。あのばあさん顔見たらもう売り二つ。だからもともと漫画のキャラクターとかっていうのは元になってる存在が存在するんですよ。だから昔から多分26年ぐらい前から25年かもしかしたら春山聖子線ができる前からここの前でたむろして僕は寝転んだだけで、だからそのものの親族に議員とかスポーツ選手とかいたのかいなかったのかとか、だから僕の場合はそのゲーム業界も漫画業界もアニメ業界も音楽業界もだいぶ関わってるでしょう。いろんなところが結局阪神淡路大震災があったから世界や販売網を広げれたのであって、エネルギーの残存量問題の話があったから漫画アニメゲームっていう話、あと音楽と。でまあ曲に関してはもう音楽に関しては、じゃあ例えばヒットランキングを見た時にジャニーズの曲が全部が全部ねいい曲かって言ったら絶対無理があるじゃないですか。それはもうバンドのグレーの皆さんだって全部が全部良い曲かって言ったらそれは無理がある。これも絶対無理があります。でも歴代のバンドマンの中で一番良い曲をたくさん作ってきたのはグレーの皆さんであって、それはやっぱりバンドの活動時期はね解散とかがなくて長かったからなんですよ。じゃあラルフ・アンシェルとかが同じメンバーでそのままずっと活動を続けていたらいろんな音楽業界の人たちと知り合っていろんな音を扱える人たちが加わってくるわけじゃないですか。そしたらそれだけクオリティの高い作品が作れるようになる。もしかしたらグレイの皆さんと同じぐらい良い曲っていうものを作れていた可能性はこれ非常に高い。それもルナシーの皆さんも同じ、シャムシェイドの皆さんも同じ、リシェイドの皆さんも同じ、他にもいろんなバンドの方たちいっぱいいますけども、全員多分そういうことだと思いますよ。ただしその本当の人口の話を聞いた時に全員が全員それだけ売れてライブ会場にね、まあコンサート会場でもいいです来るかって言ったら、それはもう財布の中身の問題がありますから、もうその時点で無理だっていうのは分かるわけじゃないですか。まあ、ある程度世界に販売網を広げてる部分があるからどうにかなってるだけで、もともとそのアイドルとか踊るっていう存在自体がいらなかった、必要なかった。まあ、もう際限なく話が広がっていきますけども、まあそこから先言う言葉は今までと同じなんでね、覚えてる人は覚えてると思いますよ。もうトランプ大統領はね、なんか大真面目な顔してこんなことしてたでしょ、トランプさんが昔。あれ昔の映像です。だから自分は踊らされてるっていうことをアピールしてたんですよ。だから誰が大統領になっても、もう国のトップへ行っても、もともとの行政がめちゃくちゃなことをしてるから、
もう本当はまともな形にするっていうのは難しすぎるんですよ。だから誰が大統領になっても総理になっても、まあ、ある程度そういう状況、ただその高速道路作ったりするぐらいはやめられるでしょ。高いビル建てたりとか法律でそれしなかったでしょ。じゃあ共犯なんですよ。法の悪用、で僕はだいぶ前からずっと高いビル建てちゃダメですよって言ってるのに、高いビルまだ建てようとしてるでしょ。でその工事を辞めさせないでしょ。だ政治倫理審査委員会って一体何なんですかっていうことなんですよ。それを訴えてる人たちも、訴えてる人たちがじゃあ僕が撮影したところぐらいはねしっかりと辞めさせてくれたらいいわけじゃないですか。エレベーターなしの建物、だから想像以上にほったらかしですよ。なぜなら高齢者が大臣とか知事市長になってるからですよ。僕は動画で公開する前に一回撮影して、アナウンサーのね高島綾ルート宛てで SD カードを送って、それで神戸市の北の方のエリアは、これ以上高いビル建てちゃダメだっていう、神戸市中央区ですよ、三宮の近辺の。本当往生際悪いでしょ。神戸市議会全地域に決まってるじゃないですかね。警察官使って精神病院行きにさせて、全部それ権力者がしてきたこと、自民党も公明党も河合圭介を精神病院から出してくれませんでしたよ。これが証拠、それも9回ですよ。2年数ヶ月合計するとね、1回の入院で2ヶ月と、20日以上で、その実態は医療業界の人間の金稼ぎで、で警察官してた人間が医療業界の医者、議員してた人間が医者でしょう。どうせ自分たちの悪いことしてきた部分をばらされそうになったら隠蔽していた、でそれを正直に世間に公表することですよ。だから、だから生活保護者として議員していても、だから手元にだいぶお金が残る話にしたわけじゃないですか。それでも保身に走るってちょっとどうかしてると思いますよ。で、あとはまあ最近公開してる僕の動画見てください。政府の明確なそのガソリン車世界中の生産停止っていうニュース、明確な決定しましたっていう内容テレビで出してほしいって言ってるんですけども、見かけないんですよ。その時間的にね、その報道ステーションすぐに見れるかって言ったら見れなかったり、ニュース落ちないで、それね、だから野球の延長戦がいらないんですよ。延長戦が9回で終わらせたらいいじゃないですか。引き分けはもともとあるんだから。それなぜずっとこだわってるのかっていうのが、もうむちゃくちゃな話で、ね。エネルギーの無駄遣い。だ時間給関係とかで、金稼ぎがしたかったのか、深夜の割増賃金とか欲しくて。以上です、これが本日の状況です。まあ、ちょっと特定忘れないうちに撮影しておきますね。一応今日阪神タイガースの試合は18時からなんですけど、昼ご飯まだ食べれてないんですよ。その14時から試合があるっていうことを、忘れていたから、
ある程度得点が動いてますから、まあ、けどやっぱりもうこの辺り、こうなってしまってるのかな、得点の入り方が。変でしょ。だから普通の正社員雇用にしとったらよかったんですよ、プロ野球界も。だから、ボワイトが出来高の人間が存在するのかどうか、もうこれ書類見てみないとわからないです。で、年俸だの何だのっていうことで、企業のその借金苦によって、それだけのお金を企業に回していますとか、もう、可能性まで考えたら、キリがなくなってくるんですけども、年俸っていうわけのわからない金額。それは違法行為であって、総理の、年収よりも上回っていいわけないじゃないですか。それプラス株を持っていたら、そこからの配当があったりだとか、ただしそこは所得税とかかかってくる。で、高かったら住民税が上がる。住民税とか上限があったような気もするんですけども、住民税が上がったら今度は国民健康保険とかの値段が上がるだったはずです。健康保険の方はちょっとわからないですね。もう全員国民健康保険にしたらいいんですよ。健康保険から無駄なお金使いしてるから、ハリキューマッサージね。で、法的根拠はないっていうことを、もともとハリキューマッサージは中国から由来してますから、中国政府が発表してるんですよ。日本の政府でも、科学的根拠はないって、しっかりと世間に公表されてますから。ハリキューマッサージ屋で働いてる人間が真っ先に捕まらなきゃならない。アダルトコーナー置いてるレンタルショップも同じですよ。そこもすぐ捕まらなきゃならない。忘れてる。判例に背いた即逮捕の話。性的被害者、いっぱいいる。そういう連中を作り出した大元は、キャバクラとか、性風俗とか。さすがに性風俗はもうほとんどないと思いますよ。で、あとはアダルトビデオとか。でも、あと一番厄介なのが、Google のからアクセスできる、そういうサイトを見ておかしくなる連中。だけどもう、ああいうのも、本当のところ何年前の人間かわからないし、ああいうことをしてた連中が、その辺結構うようよいるっていうことですよ。男性にしても女性にしてもね。これが現実なんですよ。相手老人だからって油断していいかどうかっていうと、そうじゃないわけじゃないですか。で、ここの前でたむろする連中に関しては、何回か今まで言ってきた内容が、すぐそこに公園があるから、喋るんだったらそこで話してくださいよ、もしくは自分の家で話しなさいよなんですよ。一応その辺で立ち話とかしないで、これ学生でも同じなんですけどね、友達の家とかでこう話するようになったらどうなるかって言ったら、その友達は自分の部屋をしっかりきれいに掃除するようになるんですよ。あまり散らかってるところを見られたくないわけじゃないですか。僕の場合はね、もう今裁判中だから、もう今まで話聞いてもらったら分かると思いますけど、あれもないこれもないの状態で、民法であらかじめ、時効に関するね、利益を放棄することはできないっていうことになってるんですよ。だからそれは払ってもらわなきゃならない。で、だから、想像以上に助成金とかあった話とか、雇用助成金じゃなくて、中小企業だったら最大600万円の助成金があって、そのクリアしなきゃならない内容っていうものが、どういうものなのかまでは記載されてなかったので、わからないんですけども、これは世の中の現実ですから、なぜ従業員のものに、その最低限法的に支払わなければならないものを払ってないのかっていうことなんですよ。以上です。皆さん、長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定と、
着信通知の設定がよくわからない人は、身の回りの方に聞いていただいたり、今一時停止を押してもらって、チャンネル登録と、あの身の回りの人に聞いたりだとか、販売店の人に聞いたりだとか、これメモしておこうと。で、あとはまあ、その最初スマートフォンとかを、まあまあ今の時代だったらもうガラパゴス携帯の人がいないはずですから、まあもう今時皆さんスマートフォンだとは思うんですけども、まあ YouTube とかでね、そのチャンネル登録とかの仕方とかね、まあ、スマートフォンを買うときに聞いたりとか、もともとその機種を扱うところの店舗がその操作方法、今説明書がない時代じゃないですか。だからそこで聞いておいて自分でノート作っておかなかったら、代替わりで機種変わっていって機能とかも変わってくるでしょう。余計なアプリとか増えて余計大変になってる。まあ、現金輸送車の話込みとかで最終的にたどり着くのは、まあ、イオンさんで言うとワオンっていうカード、自分でお金をチャージしておいて、電子マネー、ただもうその現金輸送車だけじゃなくて、釣り船でね、その実際まあ盗む人間も多分世の中いるんだと思いますよ。窃盗犯捕まえたことがありますから、イオンモールの近くで。で、あ、一般人にも逮捕権あるんですよ。あの刑事訴訟法見たら分かります。まあ読み方がね、あのちょっと分かりにくい読み方になってますけども、ちゃんと逮捕権あるっていうことになってます。で、ただし、あの絶対手錠とかかけたらダメですよ。あの相手を縛ったりしたら、それだけでかなり重い罪の違反になりますから、これは難しいんですよ。片手で携帯電話に110番とかね、あの通報しながら相手を押さえつけれるかって言ったら、これ無理なんですよ。だからもう相手を押さえ込みながら大声で言ってるんですよ。誰か通報してって言ってるんですけども、誰も通報してくれないんですよ。だからその窃盗犯との揉み合いがね、始まってから、まあ1時間ぐらい経過して警備員の人が来て、まあ、45分ぐらいですかね、警備員の人が来て、で警察の方に連絡してもらって、で警察官が現場到着して、だからもう発生してから1時間ですよ。イオンモールと有馬警察署のすぐ近くでも、現実こんなものだから。だから、レジのお金盗んだ人間とか今までいたんじゃないですか。だから電子マネー化したかったとか、あとはまあ釣り銭、まあ今のタイプだと入力した釣り銭ちょうどの金額が出てくるはずだから、大抵のところは。昔のあの場合だと、まあ八百屋さんとか、その野菜だけを売ってるところが八百屋さんっていうところだったんですけど、まあ果物関係と、あとはお魚屋さんだとか、そういうところでその釣り線一瞬こう間違えたりとかっていうのは、それはそこそこあったと思いますよ。子供の頃からその東山商店街とか買い物に行ってましたけども、二通りあるんですよ。その釣り線が足りてなかったりとか、釣り線が、あ、今またあのブーム音が聞こえましたけども、昨日ね、もうどこの動画で公開しますけど、あの金属の板外しておいたんですよ。ああやって踏んでね、あの無理やり起こそうとする連中ね、あの車とかもそれが目的かもしれない。よいしょ、この動画で、これもともと有馬警察署の話し合いついていて、もうそこの有馬第一ターンハイツの倉庫の中にあの金属の板直しておくことになったんですよ。だって交差点だから5メートル以内のところに駐停車禁止なんですよ。止めちゃダメなんですよ。で、あとは駐車時間は5分。これは覆いやすいから道路交通法で、5メートルと5分になってるんですよ。まあ普通に考えたら、田越駅の交差点のところ、まあまあどこからどこまでが5メートルなのかは、4つも道路が合流してるでしょう。
だからもうそのメートルっていう範囲でも危ないとは思いますけどね。10メートル、15メートルぐらいは距離保ってなかったら、たまにめちゃくちゃスピード出している人間とかもいますし、あの辺でもやっぱり、何回か事故はあったみたいですよ。で、夕方ぐらいはね、その金属の板、僕が外した時のね、状態で固定されてたんですけども、誰かはまた元戻したでしょ。変なルールで動いてる連中ですよ。淡井圭介は悪いことをしたって思い込んでるでしょ。動画を公開したりとか。それいいんです。証拠なんだから。で、多くの人に自分たちがどれだけ悪いことをしてきたかっていうことを自覚持ってもらわなきゃならないんだから。嘘言う人たち多いんだから、そんなことしてないとか。というわけでね、まあこの後まだもう一回金属板外しておきます。これねまだ寝転がったりしたらね、無理やり起こそうと、仕掛けて、だからそいつが徒党を組んでるんですよ。だから自治会がいらないんですよ。自治会があるとたむろしてそこでね集団的に、群れが出来上がるから。だいたい祭り始めてるところとかはそうですよ。だから昔の岸和田の団地祭りってあるでしょ。してることもめちゃくちゃでしょ。みこしで走り回って家にぶつけて家壊して、もうアホの塊ですよ。で何してるかって入れずに入れてる暴力団。ほんとほんと、あれだけ複数な人間で集まってみこしだろうがなんだろうがそんなむちゃくちゃな壊し方したら、じゃあトラックが家に突っ込んで、でこれが暴力団員でっていう、あの話じゃあどうなのっていう話になるじゃないですか。その意図的にね、トラックで突っ込んだとか。いや昔はそういう無茶苦茶な話が結構あったんですよ。で第二次世界大戦の後だから鉄砲がある程度その返却とかしなかった人間とかいたりだとか、他国から流れてきたりだとか。で、まあ、昔、まあ、議員の人間が、まあ、撃たれたとか、そういうのは本当にあったみたいですね。だし、良いことと悪いことの区別っていうものを、しっかりと、つけれてるかどうか。何回も言いますよ。ワールドベースボールクラシックは誰が、試合を勝ち負けで取り組んでいたかっていうのは僕であって、そのサッカー界も同じであって、今更サッカー界も野球界も僕に頭上がらないんですよ。わかるでしょ？まあ、あとは、その誰の頭の中を使用してとかの話になってきて、じゃあ一般人の別の人間の人の頭の中を使用したりとかして、じゃあ 2.5% とか、お金払っていたら、それも話めちゃくちゃでしょ。で球場の建設費があれだけ高くて、南から北に向かって巡業をする、それには自分のメインスタジアムの使用回数は少なくなるっていうことは、使用料を各地で払っていかなきゃならない一種の償いでもあるんですよ。お客さんの立場からしたら、まあ、ある程度の気温の時に来てくれて、まあ、見に行けていいなと。そういう部分と、あと、まあ、やっぱり夏場とかね、北海道とか東北とか、北信越で試合をするようになれば、まあ、ナイターであればお客さんも涼しい、エアコンを使われないドームとかで
余分な電力の消費が抑えられる。でもうそれで各地のスタジアムが老朽化したら、もうそれも解体してそれで終わりです。本当にもう新しく作ることも今考える時期じゃない。ほとんどのところは何十年も持ちますから。で解体したらそれだけ他に場所があるから、そこで試合したらいいんです。だから島根県にしても鳥取県に関しても表記している人口の3分の1か4分の1ですよ。女子議員持ってたら、それでこれだから少子化はずっと続いてるんですよ。そこにもう一度スタジアム作ったらどうなるかって、まだみんなの税金使うんですかの話になるからダメなんです。で長い間そのメインとなる、例えば阪神タイガースだったら甲子園だとか、そういったところは、まあ阪神タイガースは何回か補修してたみたいで、でそこはね、老朽化して解体しなければならない時期に来た時にガソリンがそこまで残ってるかって言ったら、まあ多分僕は生きてる間に甲子園が老朽化して完全に解体されるかどうかは、南から北に向かっての巡業が始まったらあんまりお客さんだから、お客さんの重みで何千トンっていう、例えば2000トンだとかそういった重みになるわけであって、お客さんが入らなかったらその球場自体がダメージ蓄積されていかないんですよ。金属疲労といって金属